フロムゴー動画レビュー,ー皆さんこんにちはこんばんはおはようございますフロムゴーイの山上です、えー、今回はですねラジオリレーとは別で私個人の、えー、企画をちょっと行いたいと思います題しましてフロムゴーイ動画レビュー、えー、この企画はですね現在、えー 投稿さ全ての動画をですね改めて私が鑑賞して、えー、それに関する感想ですとか、えー、それを、えー、この動画を見たことがない方もしくは我々ほどを知っている方、えー、そんな方にですねその動画のこういうところを見てほしいということをですね改めてこうちょっと、えー、提案したい、えー、そういう思いから始まった企画でございます。 えーとです、ねまあ、定期的に、えー、これをこの動画をいろいろレビューするという企画をまあ進めていこうと思って今回は記念すべき第1回でございます、えー、ちょっとね皆さんも、えー、そういう視点があったんだという発見などをしていただけたらありがたいなと思ってる次第でございます、えー、記念すべき第1回のレビューする動画はですね、えー、from51YouTube チャンネル 一番最初の企画ですね「五、え、一、ー、会議室第1回」ですね、えー、今から4年前のラジオ企画ですねあのー、中野くんと国祥くんがですね「五、え、一、ー、会議室」という,うタイトルで、えー、行ったラジオの第1回目そうですね当時は月1回のアップロードと書いてあったんですが でそれをね、あのー、今から4年前ですよ、えー、2018年に撮った録音されたものなんですけどね改めてあのー、聞きました、うん、あのねまあこのね「フ r ロム五一」という我々を、あのー、存じている方はですね改めてその音源を聞いてほしいんですがそばにいて。 あのもう長年そばにいるあの私自身としてはですねあの音源を聞いてまず最初に思ったのがあのいやここ大きく変わったなと思ったところがあったんですよそれはどこかというともうね2人の会話の速さもうこんなに速かったっけって。 あの聞いた第一印象はもうそこに最初はそこにつきます本当にいつもねあのいきなりちょっと余談から外れるかあの本論から外れるかもわからないんですがまあ普段ねオンラインだったりリアルだったり二人が喋ってるところをあの見てるんですけどこのねあのー、51会議室ラジオ 最初聞いいた時にいやそれにしても、まあ、当時より若干ねまだ20代だからとかやっぱ長いね付き合いだからもうそのちょっとまあちょっとした振りですぐ返すとかあの逆にこう倍にしてもう一回振り返すとかっていうまあ関係ができてるとかまあいろいろ理由はあるんですけどあるんでしょうけどそれにしても。 こんなちょを発しに <laughs> Q&AQ&A っていう風にやってたっけってえ僕ってこの2人の会話にその入れてたっけっていうぐらいまあ早いですもう好きあらばもうボケて好きあらば振ってっていうもうあのね2人のことをその知って い,ている方は、ちょっといいいつもの今の2人のの今人会話を想像して聞いてみて聞みくださいあのちょっと早いなと思うと思いますそういう意味でちょっとこう時間の流れを感じさせるというかではあります。でその内容はねもちろんこう聞いていただきたいんですが内容に関して言えばこれは全く逆で変わんねえなっていう変わらんなあという感じですね。まああの 企画あり、でなんかミニコントみたいなところもあり、あの、まあ、ちょっとこう、テーマを決めたトークがあるっていうようなね、あの構成なんですけど、あの、いつも、もう今もこういう会話するなーっていう会話をね、もう当時からというか、これはもうまあ学生の頃からなんですけど、これを <laughs> ラジオで、 うかねみたいなのが多くてそこはなんていうのかこうまあ我々の本質が出てるなという感じがすごいしますね。ももしもこういう状況になっったらどううするっていう会話をね、あのー、してるんですけどこういう会話今もするなこないだしたなっていう <laughs> うん、そういう意味ではなんていうのかこう、うん、色褪せない。 色褪せなさを感じさせる、えー、ような懐かしさもありあやっぱり2 <laughs> 人らしいやっていう <laughs> ちょっと微笑ましくも思うっていうようなあの感覚がしました、えー、でもねやっぱちょっと後はあと、の、は、ー、内容そこまでこうね、あのー、触れるとちょっとうん支障をきたすかわからないんですけど。 やっぱね、あのー、人間4年経つとやっぱりちょっとこう生活習慣も変わるのかなとまあな,なんて言ったってねもうコロナ禍でもないですからちょっとね例えばこう2人のこう、プライベートをこうちょっとこう解禁するようなやり取りの時に「ああそうか」ってこの時はまだまだ今やってる趣味とか。 今やってるうーんなんで言うんですかまあ好きな打ち込んでることとかっていうことをまだこの時は出会ってないからあやっぱちょっと過ごし方違うとかあちょっとプライベートのこう流れてる時間軸というか時間の流れが違うとかっていう、あのー、意味でねあのそういやそうだとなんかこう,うんとちょっとキザな言い方か分かるんですけどこうタイムカプセルを開けたような感覚っていうんですかね。まあ、それはやっぱこう ね、最初の最初のこう企画だからこそ、えー、思うのかもわからないですがあそういう意味ではこう当時を振り返るしかもその話題の端々に出てくるね時事ネタが懐かしいっていうのが多いのであのこの話というかこのうラジオをね、あのー、聞く時はですねどうかどうかまあちょっとね気持ちをこう4年以上。 前にこうちょっとこうチューンナップというかチューニングしてこう聞いていただくとですね、よりこう面白さが倍増するんじゃないかなと私はちょっと思います。まそれにしてもこうなんて言うんですかあ、ね、あのねあま企画 <laughs> ねいや本当変わんねえなって思いましたよ。例えば何と言うんですかねあの。 ラジオというね、まあ、特性を生かしてるなというところもあの、ぜひぜひこう聞いていいいてたただきたいというのがありますねちょっとこうゲーム企画みたいなのも中でやってるんですけどねそれはあのねちょっと動画でなくラジオでやるということにこうちょっと何て言うんですかまた違うこう味わいが <laughs> 出てるんじゃないかなとあの思いますね。あの 見ないと分かんないような <laughs> 企画をラジオでやってるっていうところにねあの僕はすごく遊び心があるなと、えー、感じました、うん、ですね。であの個人的に特にこう声に出してあの笑ってしまったのがですね、えー、あのね30分ぐらいの動画 が動画というかまあラジオなんですけど15分十六真ん中折り返しぐらいのところですかね。でまああるちょっと話題がこうが盛り上がるんですけどそこで、まあ、あるものを二人でちょっと開けてみてみようというあの流れがあるんですけど。 何かを聞いていただきたいんですけどそ,のそれをあげてで見た時の感想 <laughs> なんですけどその時の国くんのコメントが僕は一番好きです。もう <laughs> あのいいとこついたなっていうね想像しやすいっていう、ね、そうなんですよこ,んこういう時のね国くんのねあのコメント力というのかはねちょっと。 当時からちょっとこう抜きん出てた気がしますね <laughs>、まあ、な,なんていうのかよく中野くんからね、まあ、あのなんか山上さんはこういう,なんかこうリアクションがとかいいとか、うん、<laughs> 反応が早いとかってあの言ってくれるんですけどこのョンのねこういう時のね一言のでかさみたいな力強さみたいなのはもうこの時からもう抜きん出てる <laughs> 秀逸だなっていう。 のね、ちょっとこう仲間ながら恐ろしいと恐ろしく頼もしいというふうに <laughs> あの思いましたそうだとこの時からすごいんだこの2人はっていうの、ね、ちょっとねあのお世辞を言ってしまいましたが、えー、ちょっとそこのね、えー、のこの動画の15分16分の間のね、えー、どこかに。 えー、彼のちょっとこう僕が気に入ってるこうナイスコメントが入ってますのでねぜひぜひちょっとこうそこはどこかとまああのー、探して聞いてみていただければなと、えー、思っておりますまあこういうふうにですねまあちょっとこう時間はねあのー、毎回ちょっと待ち待ちになるかもしれないんですがまあこういうふうにちょっとこういろんな動画のもう全部の動画ですから、えー ちょっと定期的にねあの、投稿していきたいなと思っておりますよ。えあの、全部でね、83本現在で、ね、ありますから。まあね、で、これからもどんどん私も含めて、あのー、いろんな動画をアップしていく予定ですので、あのー、その際にですね、あの、普通に見ても面白いけど、あ、そうかと。ここの部分を確かにちょっと注視して見てみたら面白いんじゃないかなっていうことを提供できればなと。 提案でできればなと思ってますのでねあのぜひぜひちょっとこう副音声的にというのかえそういうちょっとまたあのー、ふうにまたちょっとねいろいろこうやっていければなと思いますよ。えまあ是非是非そういうちょっと私の拙いこいレビューではあるのですがね。 ぜぜひぜひそこも合わせて、えー、ちょっと動画を楽しんでいただければなと思っておりますではまた、えー、次回の動画レビューあそうそうこういうふうにねあのー、こういうふうにこう「from51」の動画のレビューもしたいですしね今後はちょっと自分が最近見た読んだ見た聞いたあっていうものの、まあ、感想なんかもあのー、ちょっとねまあ おじさんの長い独り言だと思ってですねあの聞いていただければなと考えてますので、えー、そこもね含めて合わせて、えー、グループのあー今後も合わせて、えー、是非是非見,見守っていただければありがたいなと思っておりますというわけで第1回は「フロム5 1最初の企画「51会議室ラジオごっこ」第1回のレビューをさせていただきましたそれではまた次回の動画レビュー でお会いしましょう。フロム五一の山上でした。うん、さようなら。